おはようございます。5月の15日朝はちょっと曇りです。あ、すごい、見て大ちゃん、お城みたいになってる、この建物なあ。いいいい、スプレティキャッスル、うん、すごい、今気づいた、お城みたいな建物。これからね、大地が大阪城に行きたいということで、大阪城にホテルを出て行きたいと思います。今の時間が8時過ぎだから、到着したら9時ぐらいになる予定です。はい、じゃあ今日も1日ね、少しずつ動画を上げていきます。はい、やっと御堂筋線に到着しました。18番道頓堀阪神、これこれこれ、2番プラットフォーム2番、これなんかもうめちゃくちゃ迷子になってます。いろんなとこ降りたり上がったりしながら、ほら、こう書いてある、はい、谷町4丁目で降りて着きました。すごい、ここが歴史博物館、 NHK があります。で、ここからね、大阪城が、はい、見えてきました。じゃあ、あそこまでね、徒歩20分ぐらいなんですけど、歩いていきたいと思います。ここが変わったローソンです。で、これが今、お堀の横かな。観光しに来てるのは外人がいっぱいで、水辺でなんかのんびり座って過ごしてる人は日本人って感じですかね。よかった、たどり着けました。よかったよかった。ですごいのがね、こういう静かな公園なんですけど、お、すごい、団体客やってきた、すごいすごいすごい。その周りはもう高いビルのがいっぱいあるっていう、この田舎じゃなくてこうミックスしてますね。はい、門までやってきました。すごい、こういう公園は入場料いらないですね。本当にお城に入るところだけだから、公園でゆっくりできるね。こっちの裏に豊国神社っていう、はい、ここにね、豊臣秀吉の銅像があります。豊臣秀吉公、これ神社ですね、豊国神社。すごい、この入り口の真正面から大阪城が見えます。おー、見えてきたよ、大地よか、大阪城が見えました。すごい立派ですね。やっぱり私ここに来るのは小学校以来、小学校の修学旅行以来です。ですごい、ここ修学旅行生がすごい、あと団体客ね、懐かしいね、青春ですね、立派です。このね、2階に入れば着物とかね、男の人の服を着せてくれるそうです。500円。でも私たちは今回やめときます、外だけで。コーヒー休憩中です。これから大阪城を後にして梅田に向かいます。倉敷にはない高いビル、はい、大地がね、不思議がってるのはこの城壁とかの石をどうやって昔の人が運んだか、めちゃくちゃ気になってるみたいですね。こんな大きいのどうやって運んだんでしょうね。これまた風情のある橋が、ね、おー、綺麗。
ここから船も出るんですね。まあ日本らしいいい景色。はい、幼稚園生が行ってます。これから大阪城公園前駅に向かってます。すごいローソンとかスタバが可愛い、綺麗。ここフォトショット、ここに座って一緒に写真が撮れます。どうぞ。おしゃれなお店街。なんか綺麗な街、なんか観光地化された街って感じだな。 JR 大阪城公園駅に着きました。これから梅田に向かいます。飛行機、飛行機、ここよう飛行機が見えるよな。はい、お客さんに言われたのは、プラットホームで並ぶときは一番前にで並ばないようにした方がいいよって言われました。なんでも自殺とかね、飛び降りした人が跳ねて戻ってきたりとか、あとはまあギリギリまで行ってて後ろから押されてホームに転落することがあるんで、一番前じゃなくその後ろに並んだ方がいいよって言われました。やっと任天堂に着きました。もうやっぱり人に聞くのが一番ですね。じゃあここでねちょっと見て回りたいと思います。はい、これもグッズがいっぱいある。これは何？チョッパーっていうの、これ、これ何？アニメ？はい、なんとかここまでたどり着きました。めちゃくちゃ1時間ぐらい迷ってやっと目の前にヨドバシカメラを発見です。はい、じゃあ今日のお昼は、すごっ、このちょっとレトロなところに行ってみます。すごい立ち食いや、これ立ち食い、あ、そうそう、たこ焼きも食べな。でもどっか座って食べれるとこがいいやろ。はい、お昼は中華で何食べ放題。はい、ガチャガチャ、ガチャガチャいっぱい。はい、大地はこういうものに興味を示してます。であとはこういうガンダム。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、ここにも任天堂があった。大地、ここにも任天堂があったな。でも金額一緒違う？ほら、え、そうだ、あ、これな、母ちゃんが小学校ぐらいの時かな、小学校レコードこんなんやった最初。でも今プレミアで高いんじゃない？そうだね。